フラカヒコを踊るウリウリを持った男性ダンサーメリー、モナークフェスティバルで優勝したフラハラウオカムエラ、現代的なウクレレとともに、パフ、伝統的なドラム、ウリウリ、ヤイプヘケが並べられているフラは、ハワイの伝統的なカブ音曲である。フラには、ダンス、演奏、映唱、歌唱のすべてが含まれる。カヒコと呼ばれる古典的なスタイルと、 アウアナと呼ばれる現代的なスタイルがある。フラは、総合芸術であると同時に、宗教的な行為でもあり、日本の農学と同様、単なるダンスや、音楽の概念では捉えられないものである。フラを学ぶための教室を、払う、フラの師範を組む、または、組むフラと呼ぶ。組むとは単なる先生という意味を超え、深い知識を持ち長年ハワイに根付いて活動してきた。 家元という意味合いがある。日本における一般的なフラ教室の先生を、クムフラと指すことは少ない。フラの意味がダンスであることから、専門家の間では、フラと呼ぶが、世界的にも、一般には、英語の一般名詞ダンスを補い、フラダンスと紹介される。ペレが宿るとされている、ハレマウマウでフラかヒコウマウはヒネ、ね、女性フラの起源については、諸説ある。 ある伝説によれば、女神、ラカが、モロカイ島の聖地かアナにフラを生んだという。モロカイ島では、毎年5月に、フラの誕生を祝い、踊りの中心を意味するカフラピコという祭りが、開かれている。別の伝説では、ヒーアカが、姉の火山の女神、ペレの荒い気象をなだめるために踊ったのが始まりだという。どちらにしろ、古代のハワイは無文字社会であったため、 フラの正確な起源はわからない。ただ、ハワイ人がマルケサス諸島やタヒチから渡ってきたことは確かであり、フラも、また、これらの土地からポリネシア人が持ってきた、株音力がハワイにおいて発展したものと考えるのが自然である。ハワイが西洋と接触する1778年以前からのフラは宗教儀式と緊密に結びついたものであり、パフと呼ばれる。 サメ川の太鼓の伴奏で行われるダンスは神に捧げられる最も神聖なものである。1820年にハワイにやってきたプロテスタントのアメリカ人、宣教師たちはフラを異教の踊りとして断罪し禁止している。ハワイのダンスは伝統芸術を奨励したカラカウアオの時代に復活した。この時科や衣装を新たに組み合わせて作られたのが フラクイと呼ばれる新しい形式である。フラクイでは、神聖なパフは避けられ、代わりに、伝統的な楽器であるイプが結びつけられた。しかしながら、フラの儀式的、祈祷的側面は20世紀に入るまで守られており、フラの練習と実演は、女神、ラカに捧げるものであった。聖王との接触以前のフラには、踊りを伴わない栄章である、メレオリと、 踊りを伴う映唱である、メレフラの二つが存在した。19世紀末以来、西洋の影響を受けた歌を取り入れたフラクイが、成立し始める。1970年代に主にフラ競技会において、伝統的なフラ映唱と、西洋の影響を受けたボーカル曲である、フラ歌を瞬別する動きがあり、映唱を伴うダンスをフラ回ヒコ 歌を伴うダンスをフラ・アウアナと呼び分けるようになった。その後フラは観光やハリウッド映画の影響で大きな変貌を遂げたが、1970年代以降、ハワイでは再び古代のハワイ文化のありさまへの関心が高まっており、その一環としてフラ・カヒコに真摯に取り組む者が増えた。イプヘケと呼ばれるヒョウタミアサメの皮で作られたパフドラムを、 クムフラが叩いてリズムを取る。ダンサーがイリイリと呼ばれる石のカスタネットや竹を使ったカラーアウトと呼ばれる棒でリズムを取ったりする場合もある。ハワイ語でメレが唱えられ、それらに合わせてダンスが演じられる。フラカヒコは宗教的行為としてヘアウに奉納されることもある。そうした場でのフラカヒコは旧来の南国的で陽気な フラダンスのイメージからは想像できない、極めて厳粛なものである。19世紀以降、欧米の音楽を取り入れて作り出された新しい、形式のフラ。機能化成システムに基づくメレと和音を出すことができる楽器を使用している点が、古典形式との最大の差異である。レパートリーは固定されておらず、新作も作られ続けている。ハワイ島広では、 メリーモナークフェスティバルとして、例年復活祭から1週間、世界最大のフラのコンテストが行われている。これは、キリスト教授用によって弾圧されていたフラを復興させた、カラカウア王を記念したものである。モロカイ島は、フラ発祥の地と言われ、毎年、カフラピコフェスティバルが開催されている。カイマナヒラの知名度も、さることながら、近年フラの人気が高まり、 フラハーラウは日本全国に約300以上ある。フラの競技会も数多く開催されている。その中でも最大なのが、毎年駒沢オリンピック公園体育館で開催されるキングカメハメハフラコンペティションインジャパンである。ワヒネカヒコワヒネアワナクプナワヒネの3つのカテゴリーの優勝グループは、ホノルルで開催される同コンペティションへの出場権を獲得できる。 AB 例えば、英語番外ブリンクヒットにある、リンク先は、エブリシングリレーテッドツーフラダンシング、フラヒストリーフラセオリーで HULADANCEHEADQUARTERS-HULADANCEHQ.com というサイトである。このようにある概念を当該言語以外で紹介する場合、すでにその言語でよく知られている言葉を補って、 使用することは、多くの言語で行わる。二十橋ブリッジ、バルトブルック城、サハラ砂漠もそういった例。タタール1991、ピアニッシモ、3767、ABCDEF、フラト、音楽、楽器、ALOHA-LOVE.com。www.ALOHA-LOVE.com。 2019年3月9日閲覧、A, B, フラダンスの楽器、イプイプヘケについて。フラダンスの楽器、イプイプヘケについて。2019年3月9日閲覧、イリイリ4個1セットアロハアウトレット。www.alohauutlet.com。2019年3月9日閲覧、 ハワイアンフラ2017.0819フラダンスフラダンスでよく使われる用語の意味をご紹介フラダンスの教科書2019年3月9日閲覧近藤すみおへかわらばん2019年3月9日閲覧フラダンス衣装専門店フラ衣装スイートアロハ www.sweetaloha.jp2019 年3月10日閲覧フラダンスのイベントカフラピコありがとうございます